ブローニュイコールビアンクールは、フランス中北部の都市である。イルドフランス地域圏オードセーヌ圏に属し、パリ近郊の都市としては最も人口が多い。1926年に、現在の名称となるまでは、ブローニュシュルセーヌと呼ばれていた。パリ南西部と、市境を接する。西と、南は、セーヌ川を境界とし、東は、パリ16区と、北は、 ブローニュの森と西はサンクルー及びセーブルと南は石入れムリノー及びムードンと接している。1920年代にルノーの工場があったことにより大きく発展した街である。この時代に作られたアールデコ様式やパクボ様式といわれる白く四角いコンクリート建築の近代住宅の傑作が多数並んでいる。ルコルビュージュへの初期建築。 リプシッツミスチャニノフ邸、クック邸、テルジニアン邸がある。いずれも一般邸宅だが、ルコルビュジエ財団による内部見学案内がある。境界界隈のパリ16区、ナンジェセールエコリ通り24番地にあるイムーブル森島は、コルビュジエ自身が1935年から亡くなる1965年までアトリエ県居住した建物で、現在ルコルビュジエ財団になっている。 また、ブローニュ映画撮影所があり、フランス映画の重要な産業地帯となっている。かつては、市内にもう一つビアンクール映画撮影所も存在した。その他、1930年代美術館、ティーガルニエ設計の市役所などが並ぶ。また、日本庭園を含む、多数の様式の庭が並ぶアルベールカーン庭園、ポール・ランドスキ美術館がある。ありがとうございます。